藤原恒地下は、平安時代中期の愚行。藤原北家摂政官白内大臣、藤原道隆の着難。官位は、正二位、内大臣天元二年、藤原北家ケ九条流の上景大納言、喧嘩の着難であった兵衛枝、道隆と、代理の内主であった、隆子の間に生まれる。イボ兄に、大千代君の妖名を持つ道よりがいたため、小千代君と名付けられた。 花山朝の神奈元年十二歳で元服し、15位下に除釈。翌く神奈二年一乗天皇の即位式の日に昇殿を許され、ついで自重、左平左に任ぜられると、翌永遠元年生5位下、左この絵少将、永遠二年十四に下、永遠三年十四に以上と武官を務めながら、急速に昇進する。省略元年五月に、 祖父剣家の後を継いで、父道隆が、摂政に就任し、同年10月中ぐのに、同母妹と亭子が立つと、これ地下は、摂関家の着難としてその地位は、飛躍的に上昇する。同年中に、右この中将倉人頭を経て、省略2年正月に倉人東在人わずか4ヶ月に、して三議に任せられて苦行に列すと、同年7月に、13位。 9月には、県中納言に、昇進。さらに翌省略3年には、肖像位県大納言に進んだ。その翌年の省略5年8月には21歳の、これ地下は8歳年上のお児童長ら3人の、先任者を飛び越えて、内大臣に昇進。これ地下の公認の県大納言は3歳上のイボアに、道よりに譲るという強引なこれ地下への官位引上げは、一条天皇の、 聖母東三条院選手をはじめとして、町野上下の不満を募らせた。それは当時は表面化しなかったが、やがて、道高公共後、人々のコレチカへの反発を招き、同町の政権奪取の素地を提供することになる。長徳元年2月はじめ、道高は、飲み水病が悪化して渋滞に陥るや、公認の疾病に、コレチカを強く押し、 3月8日に一条天皇はまず、関白道隆が内乱を行い、ついで内大臣コレチカに内乱させるように命じた。これに対してコレチカは、自分は関白から内乱の業務を内大臣に委ねる旨を伝えられており、戦時の内容がこれに反すると抗議した。そのため、翌日に改めてコレチカをして、文書内乱の戦時をこうむらしめることに成功した。 しかし、この時下された戦明で内乱について、関白病患のごくがあったのを、元は、関白病害を望んでいたコレチカは甚だ不満であったという。これを見た左小弁公会新順は、戦時を作成した、大劇、中原宗時に訂正を迫り、拒絶されている。これは、コレチカのおごりと捉えられ、やがて一条天皇の不況をも買った。 またコレチカは内乱として倹約令を出すが、衣服の裾の長さなど細部に至るまで厳しく制限を加えたため、苦行から批判の声が高く上がり、人々はその器量を疑った。同4月5日にコレチカは関白並みの随身表情を賜るも、同等かに最大の後ろ盾である父を失う。その後、 17日間にわたる関白の不在を経て、4月27日に、道高のすぐ下の道母邸である道金が博、関白、視聴者に着いた。しかしすでに薬病に侵されていた道金は、肺がのわずか7日後に、公共し、後継の関白をめぐる清掃がこれ地下と道長の間に繰り広げられた。結局5月11日になって、道長に、文書内乱の戦時が下り、 翌月19日には同庁がこれ地下を超えて、右大臣に承認、主張者並びに、天下執行の戦時を獲得した。大鏡には、これ地下が一条天皇の長愛深い妹の中宮の藤原定氏を返し、行為を得ているのを兼ねてから飼いからずを持っていた東三条院、戦士が夜の御殿に押し入り、しぶる一条天皇を泣いて説得した旨を記している。これは、 道長が、コレチカより人柄の資質も、はるかに優れていたこと、中間パクカの異常な権力への執着に対し、東三条院、選手の聡明な判断であった。7月24日にコレチカと道長は、守る座で、視聴者の所領庁の所有をめぐって激しく口論、罵声が、外まで聞こえて一座は恐れをなしたという。3日後には、コレチカの道母邸、 高家の従者が、道長の従者ととの王子で乱闘し、8月2日には、道長の随身、旗久忠が、高家方に殺害される事態に発展。同じ頃、道高の衆都であったジュニー、高品重忠が、道長を図訴している噂も流れた。長徳2年に発生した、長徳の変は、正月16日、大城大臣。 藤原ためみつの四女に通う花山法王を、自分の思い人のため光三女が、目当てと誤解したこれ地下が高いへと図って道すがら、待ち伏せ、彼らの従者が放った矢が、法王の袖を突き通した一件に発端すると、されている。当時、貴族間の暴力事件は決して珍しいことでは、なかったが、退位したとはいえ天皇に向けて、矢を追いかけたという事件は、 政治問題化した。道長は、正月25日の県飯字目でコレチカの演座を、徹することを命じ、一件が、世上の噂に上るのを待って、上位を動かした。2月5日には一条天皇が、ケビーシベッドであったサネスケに、コレチカ邸紀善寺、菅原東選択及び、右兵衛松室光委託の創作を許可した。 五以上のものの邸宅でも、直居を待たずに創作を先行させるようにとの、直命であった。ナイフは紙幣を多く蓄えているとの噂があり、また実際に、当選択から兵士八人、弓や二具が見つかり、松室光宅から七八人の兵士が逃げ去ったという。この一件はこれちか個人の問題にとどまらず、天皇家に、藤原氏全体を弾圧する口実を与える。 可能性さえあったという見方もある。ところが、2月11日には尋常の最中に、天皇から頭中将藤原忠信に対して、内大臣これ地下と、中納言高江の在名カンサルの旨を有志に、伝達するように命令が出されて、道長に伝えられた。以後この事件の捜査は、天皇の意向が優先され、道長らの決定が後追いするという展開で進む。 同四月一日に、法臨時の僧によって、国家にしか許されない、大元水法をコレッチカが私に修したことも、想像される。二月二十四日に至り、花山法王をいたて祀る府警、東三条院図祖、大元水法を私に行うこと参加条の、罪状により、樹木が行われ、内大臣コレッチカを太宰言の措置に、中納言高い絵を、 出雲ごんもゴン森に貶める戦時が下され、彼らの異母兄弟、外籍の高品や、また、中宮野の目のとご玄語りらも左遷されたり、天井石を削られたりと、ことごとく直感をこうむった。解任中の中宮帝主は前月初めから、里大二条北宮に退出しており、左衛門の健介、これ棟三つ助はご在所の西の台にあるこれ地下に、ハイルの戦妙を伝えたが、 コレッチカは重病を少し、出発を拒んだ。数日間到着状態が続いたが、5月1日早朝になって、朝廷は戦時を下し中宮の御所の捜索を長居。ケビー氏率いる武士が遠古足御所に乱入した。この時捕らえられたのは高家だけで、邸内にコレッチカの身柄はなかったが、コレッチカは、カスガ大社や小畑にある父。 道高の墓に参景し、三日後創業で帰ったという。コレチカは数日後、廃所に向けて出発した。5月15日コレチカを、張リ間国に、高家を、田島国に止める直が発せられている。コレチカの母高子は、出発の車に取り付いて、同行を嘆願したが許されず、やがて病の床につく。10月初めにコレチカは病む母をもって密かに、 入教し、中宮邸氏の御所にかくまわれたが、中宮の大部、平成政や平高吉らの密告によって、10月11日に捕らえられて、改めて太宰府へ護送され、当年の暮れに到着した。藤原さねすけは、これち下のこれまでの行いの報いであると表している、同年12月に邸氏は、失意と悲嘆の中で、一条天皇の第一王女となる。 おさむしない新王を出産する。天皇が、停止時代を強く望む一方、東三条院の病気も一向に解放に向かわず、朝廷はついに朝徳三年四月五日に、女院五能による大社にかこつけて、太宰言の措置、これちか出雲ゴ森高い高家兄弟の罪とがを許し、大乗官府をもって召喚することに決めた。こうしてこれちかはこの年の十二月に記録。 その後、長保元年11月7日に帝氏は、第一王子の厚安親王を出産したが、同じ日、受大6日目の道長の長女秋子に、尿後の戦時が下った。道長は、倉人島、藤原公勢をして、東三条院と一条天皇に働きかけ、翌朝法2年2月25日に、秋子を立皇させて、中宮野と称し、一帝二皇が厳出した。 亭主はその年の暮れの12月に、第二幼女美子内親王を出産し、後山が降りぬままに翌日未明に放御。その時、御三に奉仕していたコレチカは、座山の姿勢のままで死んだ妹の泣きを抱き、声も惜しまず同国したという。皇后早々の日、大雪の中を歩行して従ったコレチカが読んだ、誰も、皆消え残るべき見習らねど雪、隠れぬる君ぞ。 悲しきとの歌が、続古今和歌集に残る。長芳三年うるー12月16日、重病に悩まされる東三条院は、一条天皇に、これ地下を本位に服すよう促したという。なお、この前年の長芳二年には道長が、天皇に、これ地下福井の創上を行ったものの、天皇が異常な創上だとして取り上げなかったとされる。 長宝5年9月22日にコレイチカは12位に除せられ、観光2年2月25日正式に雑儀を大臣のもと大納言の上と定められ、翌月26日には改めて昇殿を調査れる。4月24日にはコレイチカが極秘に参大をして天皇と会見し、11月13日には長儀に参加した。この間の観光元年秋には道長が 一周作の日創像弱小の9房に至る死に昭和し創造して魚性の死を賜ったというささやかな交流の話も伝わる情報から観光初年にかけてコレッチが平等に復帰した背景にはなかなか巫女,女を生まない中宮や秋子に一条天皇が厚安神皇を養わせ同長も神王に奉仕を怠らなかったことが関係する 好位継承の最短路線上にある新王の外宮であるコレッチカに対して、世人は昼は道長に仕えても、夜は密かにその屋敷へ参上し続け、それが、厚平親王の誕生後与えたという。この間の観光四年、コレッチカ、高家兄弟が、伊勢国を基盤とする武士の平いたすらいを抱き込んで、8月2日に平安家を出発して、 山都国の近郊山へ参拝中の道長に対して暗殺を実行しようとしているとの噂がにわかに浮上し、8月13日には道長と連絡を取るために、頭中上源頼貞が直視として派遣される。結局暗殺が実行に移されることはなく、8月14日に道長は無事帰郷を果たしている。 観光5年正月16日にコレチカは大臣に、準ぜられ、風船公を賜り、長義にも発言権が持てるようになったが、同年9月11日に、秋子が一条天皇の第二王子厚平親王を、産んだことは、老いの即位を強く望むコレチカにとって、致命的な打撃となった。落胆した、彼は、厚平1 0百日の儀に列席し、壊れもしないのに、 あえては過剰を執筆し、一座を驚かせた。この時の序文は、新鮮労英集に選ばれるほど、素晴らしい出来であったが、時の人々は、コレチカの挙動を非難したという。観光6年正月7日に、正2位に女せられるも、翌月20日には、中宮野と新生の巫女に対する図書事件が起き、コレチカのおば、 高品光子が入国させられ、コレチカは直ちに調産を止められた。その後4ヶ月も経たぬ6月13日には早くも一件落着して、コレチカは調産を調され、また体験の主遇も得た。コレチカは失意のうちに、翌観光7年正月28日、37歳で没した。臨終に際し、彼は、高金に育てた二人の娘へ、くれぐれも、 宮遣いをして、親の名に恥をかかせることをしてはならぬと、また、息子道宮美に、人に追従して生きるよりは出家せよと遺言したという。死後、その屋敷である、室町大は、軍刀が入るほど荒廃し果てた。加えて、道長側の政治的意向もあり、これ地下の次女は、道長の長女、藤原明子への出資を余儀なくされている。着南道政は、 三条院の御子当たり子内親王との恋を引き裂かれて、以後、関東にも恵まれず多くの乱行に及び、孔三位とあだなされた。長女は、道長の次男、よりの性質としておもんぜられ、右大臣主任や大納言の王朝をはじめとする多くの子をなした。その孫、藤原正子は、藤原頼道の孫子通に嫁いで、着難忠実を生んだ。 そのため除系ながらも、これ地下の血筋は後設計につながっている。駿河大森氏など、子孫を名乗る家もある。才名高かった母高子から、文人の血を受けたこれ地川族分の教唱として、漢学に関しては一条朝随一の才能を購入され、早くから一条天皇に官石を進行した。本朝霊も、本朝門随、和官老英衆に、 多くの秀逸な監視文を残し、その考えにトム・ヒッチは時に世人の涙を誘う。歌集、義道三詩集は散逸してしまったが、五周囲和歌集以下の直線和歌集に六首が再録されている直線歌人である。大鏡は彼の不遇を自身の器量不足に求めつつも、その学祭が日本のような小国にはもったいなかったという。 心が幼い人であった。心を幼くお忘る人。映画物語との評価がある一方、その容姿は淡麗だったと、枕の創始、映画物語などに見える。第、花落ち春季時春季不中押し、南京花落ちふんぷんくもじ深い知性、大水形作人風ビンゼチン症拾えだ空霊、京花隅小食症諸、景観取り入れ温年月推薦霊ススムロあまり性、ただ誘惑温心。 本庁霊も、巻紙、春部、信をもって、院となす、苦行部人による。以下は一部の経図に記載が見られるが、後世の仮棒と考えられている。ありがとうございます。